六。笠森判事は、一通り斎藤を有罪と決定した理由を説明した後で、こう付け加えた。君を疑ったりして、全くアイスマンと思っているのです。今日は、実はそのお詫び方々、事情をよくお話ししようと思って来ていただいたわけですよ。そして、吹き矢のために紅茶を命じたりして、 ごく打ちくつろいだ様子で雑談を始めた。明智も話に加わった。ハンジは彼を知り合いの弁護士で死んだ老婆の遺産相続者から貸金の取り立てなどを依頼されている男だと言って紹介した。無論半分は嘘だけれど、親族会議の結果、老婆の老いが田舎から出てきて遺産を相続することになったのは事実だった。三人の間には、 斎藤の噂をはじめとして、いろいろの話題が話された。すっかり安心した吹き矢は、中でも一番雄弁な話し手だった。そうしているうちに、いつの間にか時間が経って、窓の外に夕闇が迫ってきた。吹き矢は、ふとそれに気づくと、帰り自宅をはじめながら言った。では、もう失礼しますが、別にご用はないでしょうか。おう すっかり忘れてしまうところだった。明智が快活に行った。なに、どうでもいいようなことですがね。ちょうどついでだから。ご承知かどうですか。あの殺人のあった部屋に2枚寄りの金屏風が立ててあったのですが、それにちょっと傷がついていたと言って問題になっているのですよ。というのは、その屏風はばあさんのものではなく、 貸金の抵当に預かってあった品で、持ち主の方では殺人の際についた傷に違いないから弁償しろと言うし、ばあさんのおいはこれがまたばあさんに似たケチンボウでね、元からあった傷かもしれないと言ってなかなか応じないのです。実際つまらない問題で並行してるんです。もっともその屏風はかなり値打ちのある品物らしいのですがね。ところで、 あなたはよくあの家へ出入りされたのですから、その屏風も多分ご存知でしょうが、以前に傷があったかどうか、ひょっとご記憶じゃないでしょうか。どうでしょう。屏風なんか別に注意しなかったでしょうね。実は、斎藤にも聞いてみたんですが、先生興奮しきっていてよくわからないのです。それに、女中は国へ帰ってしまって、手紙で聞き合わせても容量を得ないし、 ちょっと困っているのですが。屏風が低等物だったことは本当だが、その他の点は無論作り話に過ぎなかった。吹キヤは屏風という言葉に思わずヒヤッとした。しかしよく聞いてみると何でもないことなのですっかり安心した。何をビクビクしているのだ。事件はもう決定してしまったのじゃないか。彼はどんな風に答えてやろうかと、 ちょっと思案したが、例によってありのままにギャルのが一番いい方法のように考えられた。ハンジさんはよくご承知ですが、僕があの部屋へ入ったのは一度きりなんです。それも事件の二日前にね、つまり先月の三日ですね。彼はニヤニヤ笑いながら言った。こうした言い方をするのが愉快でたまらないのだ。しかし、その屏風なら覚えていますよ。 僕の見たときには、確か傷なんかありませんでした。そうですか。間違いないでしょうね。あの、小野の小町の顔のところに、ほんのちょっとした傷があるだけなんですが。そうそう、思い出しましたよ。吹きはいかにも今思い出した風を装っていった。あれは、六花線の絵でしたね。小野の小町も覚えていますよ。しかし、もしその傷がついていたとすれば、 見落としたはずがありません。だって、極彩式の小野の小町の顔に傷があれば、一目でわかりますからね。じゃあ、ご迷惑でも、証言をしていただくわけにはいきませんかしら。屏風の持ち主というのが、実に欲の深いやつで、始末に行けないのですよ。ええ、ようござんすとも、いつでもご都合のいい時に。吹きはいささか得意になって、 弁護士と信ずる男の頼みを承諾した。ありがとう。明智はもじゃもじゃと伸ばした髪の毛を指でかき回しながら嬉しそうに言った。これは彼が興奮した時にある一種の癖なのだ。実は僕は最初からあなたが屏風のことを知っておられるに違いないと思ったのですよ。というのはね、この昨日の心理試験の記録の中で、 えという問いに対してあなたは屏風という特別の答え方をしていますね。これですよ。下宿屋にはあんまり屏風なんて備えてありませんし、あなたは斎藤の他には別段親しいお友達もないようですから、これは差し詰め、老婆の座敷の屏風が何かの理由で特別に深い印象になって残っていたのだろうと想像したのですよ。吹き屋はちょっと驚いた。それは、 確かにこの弁護士の言う通りに違いなかった。でも、彼は昨日どうして、屏風なんて口走ったのだろう。そして、不思議にも今までまるでそれに気づかないとは。これは、危険じゃないかな。しかし、どういう点が危険なのだろう。あの時彼は、その傷跡をよく調べて、何の手がかりにもならぬことを確かめておいたではないか。なに、平気だ、平気だ。 彼は一応考えてみてやっと安心した。ところが本当は彼は明白すぎるほど明白な大間違いをやっていたことを少しも気づかなかったのだ。なるほど。僕はちっとも気づきませんでしたけれど、確かにおっしゃる通りですよ。なかなか鋭いご観察ですね。吹き矢はあくまで無義工主義を忘れないで平然として答えた。 なあに、偶然気づいたのですよ。弁護士を装った明智が謙遜した。だが、気づいたといえば、実はもう一つあるのですが、いやいや、決してご心配なさるようなことじゃありません。昨日の連想試験の中には、八つの危険な単語が含まれていたのですが、あなたはそれを、実に完全にパスしましたね。実際、完全すぎたほどですよ。 少しでも後ろぐらいところがあれば、こうはいきませんからね。その八つの単語というのは、ここに丸が打ってあるでしょう。これですよ。と言って、明智は記録の紙幣を示した。ところが、あなたのこれらに対する反応時間は、他の無意味な言葉よりも、皆、ほんのわずかずつではありますけれど、早くなってますね。例えば、植木鉢に対して、 待つと答えるのに、たった0.6秒しかかかってない。これは珍しい無邪気さですよ。この30個の単語の中で、一番連想しやすいのはまず、緑に対する青などでしょうが、あなたはそれにさえ0.7秒かかってますからね。吹き矢は、非常な不安を感じ始めた。この弁護士は、一体、何のためにこんな饒絶を漏しているのだろう 好意でかそれとも悪意でか何か深い下心があるのじゃないかしら。彼は全力を傾けてその意味を探ろうとした。植木鉢にしろ、油紙にしろ、犯罪にしろ、その他問題の八つの単語は皆決して頭だとか緑だとかいう平凡なものより、 連想しやすいとは考えられません。それにもかかわらず、あなたはその難しい連想の方を、かえって早く答えているのです。これは、どういう意味でしょう。僕が気づいた点というのは、ここですよ。一つ、あなたの心持ちを当ててみましょうか。え、どうです何も一興ですからね。しかし、もし間違っていたら、ごめんくださいよ。吹キヤは、 ブルっと身震いした。しかし、何がそうさせたかは彼自身にもわからなかった。あなたは、心理試験の危険なことをよく知っていて、あらかじめ準備していたのでしょう。犯罪に関係のある言葉について、ああ言えばこうと、ちゃんと不案ができていたんでしょう。いや、僕は決して、あなたのやり方を非難するのではありませんよ。実際、心理試験というやつは、 場合によっては非常に危険なものですからね。有罪者を一して無実のものを罪に陥れることがないとは断言できないのですからね。ところが、準備があまり行き過ぎていて、もちろん別に早く答えるつもりはなかったのでしょうけれど、その言葉だけが早くなってしまったのです。これは確かに大変な失敗でしたね。あなたは、ただもう遅れることばかり心配して、 それが早すぎるのも同じように危険だということを少しも気づかなかったのです。もっとも、この時間の差は非常にわずかずつですから、よほど注意深い観察者でないとうっかり見逃してしまいますがね。ともかく、こしらえ事というものは、どっかに破綻があるものですよ。明智の吹き矢を疑った論拠は、ただこの一点にあったのだ。しかし、あなたはなぜ、 金だとか、人殺しだとか、隠すだとか、嫌疑を受けやすい言葉を選んで答えたのでしょう。言うまでもない、そこがそれ、あなたの無邪気なところですよ。もしあなたが犯人だったら、決して油紙と問われて隠すなどとは答えませんからね。そんな危険な言葉を平気で答えうるのは、少しもやましいところのない証拠ですよ。ね。 そうでしょ僕の言う通りでしょフきヤは、話しての目をじっと見つめていた。どういうわけか、反らすことができないのだ。そして、鼻から口のあたりにかけて筋肉が硬直して、笑うことも、泣くことも、驚くことも、一切の表情が不可能になったような気がした。無論、口は聞けなかった。もし、 無理に口を聞こうとすれば、それは直ちに恐怖の叫び声になったに違いない。この無邪気なこと、つまり小細工を老しないということがあなたの著しい特徴ですよ。僕はそれを知ったものだからあのような質問をしたのです。えお分かりになりませんか例の屏風のことです。僕はあなたが無論、 無邪気にありのままにお答えくださることを信じて疑わなかったのですよ。実際その通りでしたがね。ところで、笠森さんに伺いますが、問題の六花線の屏風はいつあの老婆の家に持ち込まれたのですかしら。明智はとぼけた顔をして判事に尋ねた。犯罪事件の前日ですよ。つまり先月の4日です。え 前日ですってそれは本当ですか妙じゃありませんか今、吹也くんは、事件の前々日、すなわち3日に、それをあの部屋で見たと、はっきり言っているじゃありませんかどうも不合理ですね。あなた方のどちらかが間違っていないとしたら。吹也君は、何か思い違いをしているのでしょう。ハンジがニヤニヤ笑いながら言った。 4日の夕方まではあの屏風がその本当の持ち主の家にあったことは明白にわかっているのです。明智は深い興味を持って吹き矢の表情を観察した。それは今にも泣き出そうとする小娘の顔のように変な風に崩れかけていた。これが明智の最初から計画した罠だった。彼は事件の2日前には 老婆の家に屏風のなかったことを判事から聞いて知っていたのだ。どうも困ったことになりましたね。明智はさも困ったような声で言った。これはもう取り返しのつかぬ大失策ですよ。なぜあなたは見もしないものを見たなどと言うのです。あなたは事件の二日前から一度もあの家へ行っていないはずじゃありませんか。 ことに六下線のの絵を覚えていたのは致命傷ですよおそらくあなたは本当のことを言おう、本当のことを言おうとして、つい嘘をついてしまったのでしょう。ね、そうでしょう。あなたは事件の二日前にあの座敷へ入ったとき、そこに屏風があるかないかというようなことを注意したでしょうか。無論注意しなかったでしょう。実際、それはあなたの計画には、 何の関係もなかったのですし、もし、屏風があったとしても、あれはご承知の通り、時代のついたくすんだ色合いで、他の色々の道具の中で、ことさら目立っていたわけでもありませんからね。で、あなたが今、事件の当日そこで見た屏風が、二日前にも同じようにそこにあっただろうと考えたのは、ごく自然ですよ。それに僕は、そう思わせるような調子で問いかけたのですものね。 これは一種の錯覚みたいなものですが、よく考えてみると、我々には日常ザラにあることです。しかし、もし普通の犯罪者だったら、決してあなたのようには答えなかったでしょう。彼らは何でもかんでも隠しさえすればいいと思っているのですからね。ところが、僕にとって好都合だったのは、あなたが世間並みの裁判官や犯罪者より、 10倍も20倍も進んだ頭を持っていられたことです。つまり、急所に触れない限りは、できるだけ明らさまに喋ってしまう方が、かえって安全だという信念を持っていられたことです。裏の裏を行くやり方ですね。そこで僕はさらにその裏を行ってみたのですよ。まさかあなたは、この事件に何の関係もない弁護士があなたを白状させるために、 罠を作っていようとは想像もしなかったでしょうからね。ふきやは真っ青になった顔の額,の額のところにびっしょり汗を浮かせてじっと黙り込んでいた。彼はもうこうなったら弁明すればするだけボロを出すばかりだと思った。彼は頭が良いだけに自分の失言が どんなに雄弁な自白だったかということをよくわきまえていた。彼の頭の中には妙なことだが子供の自分からの様々な出来事が相馬灯のように目まぐるしく現れては消えていった。長い沈黙が続いた。聞こえますか明智がしばらくしてから言った。 空、サラサラ、サラ,サラサラという音がしているでしょう。あれはね、さっきから隣の部屋で僕たちの問答を書き留めているのですよ。君、もうよゴござんすから、それをここへ持ってきてくれませんかすると、襖が開いて、一人の書生風の男が手に用紙の束を持って出てきた。それを一度読み上げてください。 明智の命令に従って、その男は最初から朗読した。では、吹矢君、これに署名して、母音で結構ですから押してくれませんか君は、まさか嫌だとは言いますまいね。だって、さっき病風のことはいつでも証言してやると約束したばかりじゃありませんか。もっとも、こんな風な証言だろうとは想像しなかったかもしれませんがね。吹矢は、 ここで署名を拒んだところで何の甲斐もないことを十分知っていた。彼は明智の驚くべき推理をも合わせて承認する意味で署名捺印した。そして今はもうすっかり諦め果てた人のようにうなだれていた。先にも申し上げた通り、明智は最後に説明した。ミュンスターベルヒは 心理試験の真の効能は、権威者がある場所、人、またはものについて知っているかどうかを試す場合に限って決定的だと言っています。今度の事件で言えば、吹谷君が屏風を見たかどうかという点がそれなんです。この点を他にしては、100の心理試験もおそらく無駄でしょう。何しろ相手が吹谷君のような何もかも予想して、 綿密な準備をしている男なのですからね。それからもう一つ申し上げたいのは、心理試験というものは必ずしも書物に書いてある通り、一定の刺激語を使い、一定の機会を用意しなければできないものではなくて、今僕が実験してお目にかけたように、ごく日常的な会話によってでも十分やれるということです。昔からの名判断は、例えば、 大岡越前守というような人は、皆自分でも気づかないで最近の心理学が発明した方法をちゃんと応用していたのですよ。